冒頭発言はございません。 NHK の振り分けです。日本学術会議について伺います。今回の会員の改選では会議が推薦した候補105人全員が任命されました。任命の理由と新会員や新体制に期待することを伺います。一方、学術会議側は前回3年前に任命されなかった6人の任命などを引き続き求める方針です。政府の立場を改めて伺います。日本学術会議の新たな会員の任命については、日本学術会議法に基づき任命権者である内閣総理大臣が判断したものであります。個々の任命理由につきましては人事に関することであり、お答えは差し控えさせていただきます。近年我が国のアカデミーにおいても幅広い学問分野をつなぎ、政府や社会と対話し多面的な視点から機動的かつ柔軟に課題解決に向けて取り組むことの重要性が増しています。日本学術会議そして会員には今後とも我が国の学術の進歩、そして我が国や世界を取り巻くさまざまな課題解決について多様な知見を生かしていただき、我が国のアカデミーとしての機能を十分に発揮されることを期待しています。なお令和2年10月の会員任命については、当時の内閣総理大臣が判断したものであり、一連の手続きは終了したものと承知しています。共同通信坂口です。話題変わります。アメリカの MLB でエンゼルスの大谷翔平選手がシーズン44本塁打で1位となり、日本人選手として初めてホームランを獲得しました。受け止めと来シーズンへの期待についてお尋ねします。併せて2021年に辞退した国民栄誉賞を再度打診する考えがあるのかもお尋ねします。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手がメジャーリーグで日本人として初めての本塁打王を獲得することになったと承知しています。投手としても活躍した上でのホームラン王は快挙であります。明るいニュースを大変喜ばしく思います。国民栄誉賞は広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったものに対し、その栄誉を称えることを目的としているものであります。大谷選手には令和3年シリーズにリーグ MVP を獲得した際に国民栄誉賞に値する大変なご活躍があったことから、賞の授与について大谷選手側に打診しましたが、まだ早いので今回は辞退させていただきたいとのことでありました。来シーズン以降のさらなる飛躍に期待したいと思います。産経新聞の永原です。自民党幹部の発言について伺います。森山総務会長は北海道での講演で、新たな経済対策で減税が検討されていることを踏まえ、税に関することは国民の審判を仰がなければならないと発言しました。一般論として減税は解散と直結するものでしょうか。長官の考えをお聞かせください。解散につきましては総理の専権事項であり、私からコメントすることは控えたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。